はい、皆さん、こんにちは、ンです。ということで、今日はですね、グラスコートで結構使える、このカルロスをね、紹介していきたいなと思います。皆さん、グラスコートのカルロスといえば、このね、解除するカルロスの方を思い浮かべるかなと思うんですけども、今回この灼熱属性を持ったカルロスの方をね、紹介していきたいなと思います。このキャラ結構優秀でして、まぁ SS、SO、を打つとですね、地面無効がつくんですよ。これがあることによって、先ほど紹介したカルロスであったりとか、あと、サテラとかね、そういうキャラがあまり怖くなくなるっていう感じになっていて、これが特殊状態になったら、特殊スライズドロップを習得するんですよ。これがある ことによってヘビーショットだから例えば本間ひまわりであったりとかあと成瀬成瀬みたいなああいう感じの球がダイレクトにならないっていうこれ結構優秀な点なんですねただこの子のデメリットとしてはそこまで得点力がないっていうことなんですよこのスライスとドロップで結構あの取られてしまうんですけども一応こういう能力はあります得状態中打球に応じて波が発生するっていうことでこれは空中型ギミックのやつなんですけどもまあこの波の出る方角的にはフォアハンドで打った時は相手を右側に流すバックハンドで打った時き相手を左側に流すっていうことなんで。 ま極力クロス側に打ってあげるのが一番いいんじゃないかなと思います。だからまあフォアあのカロスって右手なんですけどもフォア側で打った時は左側に球を流してあげることによってまああの相手はある波に逆らってそっちの追い返 追いかけていかないとダメっていう形になるんで、まあ、あの、極力クロスで返していくのがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、ああの、先ほども言った通りですね、これだけでもあんまり得点なかったりするんですよ。ジャストの時にこれ難民の力がちょっと強化されるとか、そんなんはあるんですけども、まあ、基本的にはずっと耐えていってですね、このリーダースキルをめちゃめちゃ活用します。リーダーとサブのグラス属性のみ、相手コートにあるドリンクを移動させるっていうことで、まあ、これがあることによってずっと耐えます。ほんでドリンク相手のとこ振ってきて、相手取られへんようにこっちは配給します。ほでドリンクがどんどんネット前に来るんですね。ほんで相手取れ 状況になってずっっててずと耐えてたらドリンク勝ちをすするんですよこっちがまあ、あのー、それだけじゃね、ちょっと得点力に劣ってしまうので、僕はヘリオブライトをつけて、まあ戦っていけるっていう感じですね。ということで、今回ですね、このカルロスを使っていきましたね、そちらの映像を見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは、白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方は、ぜひチャンネル登録してください。 はい。というわけで、やっていきましょう。まあ、先ほどですね、説明するの忘れたんですけども、あのリーダースキルもう一個いい点があって、まあ、ドリンク前の方着てるじゃないですか。ほんで、あえて体力ない時にドリンク取りたい取りたいってなるんですよ。その時にサーブを打ってあげると点が決まるっていうのもあります。はい。<laughs> これちょっとかわいそうかもせえへんねんけど、まあ、正味このリーダースキル、この子をリーダーにしてる限りはですね、それも作戦のうちっていう感じなんで、まあ、これは全然やってもらって問題ないんじゃないかなと思います。普通にリーダースキルをもう、あの、活用してるってだけなんでね、そんなかわいそうとか思わず普通に にねあの古典版に戦っていただけたらいいんじゃないかなと思います。はいというわけでねまあ、これアウトやったんちゃうかなとも思いつつ、まあね、<laughs> なんか返球してますけどまあ、決まったから良いでしょう。で相手はサテラで打ってきそうなんでまあこれはカルロスで行くっていう感じですね。 で、まあ、この子の特殊状態で45秒間あるんで、特殊状態が切れるってことはまずないと思うんですけども、僕はあの SS 回転率を上げるべく、あのー、得点力があんまりにもなかったりとかするときあるんでね。まあ、全然気張らんわ、みたいな。相手も弾取ってくるし、みたいなパターンがあったりとか、あとドリンクとか、関係なしに結構体力回復する系のキャラとかもいたりするんですよ。だから例えば、聖役セリアとか人にかかってから、あの、弾打てば体力100回復するっていうのもあるし、サテラとかも、あの、SS 打って2ポイント間は回生やったらダメージ無効みたいなのがあって、 あんままり決まらなかったりすするんですよなのでそのために僕はあの2ポイントこう s s 増加量プラス20%をあのスロットスキル3につけてまあ極力ね得点をいっぱいしていくっていう感じにしているっていう感じですはいほんで今ちょっとまっすぐに打ってしまったんですけどもこれあの極力クロスの方がいいですねこれ波の向き皆さん見てくださいよほらあのバー流れてるでしょだからこの波に逆らわすように相手に走らせるとあのー ま、ちょっとでもね、ほら見て、こういう感じちょっと取りにくいんですよ。空中無効がない相手であればね。ただこれ空中ギミック無効っていうのはたくさんいたりするんで、まあ、そこは微妙かもしれないんですけども、まあ、一応、ちょっとだけ得点力はあるよっていう話ですね。で、あと、カルロスの SS が非縁なんですけども、この軌道を知らないって方が結構いたりするんですよ。これも結構いい点ですよね。あの、あんまり使ってる人がいないので、どんな SS の軌道か分かれへんっていうのと、どんな能力か分かれへんっていうパターンもあったりするんで、まあ、俺のおすすめとしてはこういうなんか普段使わへんキャラとか、 あの、使って戦う時の、あの、ちょっとした秘策みたいなのがあって、ま、あこの子ってさ、あの、カルロスって SS 打ったら特殊スライス特殊ドロップ打てるって言ったじゃないですか。だから SS 打ってからちょっとのままスピンとかロブばっか打っとくんですよ。ほんで、いざってなった時にドロップとかスライスで決めてあげるみたいな。相手めっちゃ前来たなーと思ったらスライス、ボワーって飛ばしてみたりだとか、相手に、ま、あわざとロブ上げて相手にスマッシュ打たせて、その時にドロップをボレーエリアで打ってあげることによって、ま、あ一点取っていくとかね。そういう戦い方も結構いけたりするんで、終わり とおすほんで、このと何打球やったか3打球ぐらいやったかな、だから4打球目ですね。3打球は普通の球で4打球目にジャスト確定になるんですけども、その時波が強くなるんで、その時はもう確実にあのクロス側に打ってくださいね。そうすることによって得点力も上がりますし、あとスマッシュも結構決まりやすくなるんですよ。この波があることによってね。だからあのフォアでスマッシュを打つ時は左側に打つし、バックでスマッシュ打つ時はえっと右側に打つっていう感じで、だから相手が今左側に折るっていう場合なのであれば、あのフォアで打たずにわざとバック で右側に打ってあげた方があの得点はしやすいんじゃないかなと思いますまあ一応フワの方が球は速かったりするんでまあそれはあのその時に応じて変えた方がいいかなとも思うんですけどもまあ割とあのまあそれは一回試してみてください俺はあのこれ波を利用した方が得点するかなっていうイメージはあります で、こういう感じでスマッシュと見せかけて、この飛燕の,の SS っていうのはめちゃめちゃ決まりやすいと思ものとなってますので、ぜひこれはね、真似していただけたらなと思います。で、これ今、セイエクセリアに対して結構ね、戦っていけてると思うんですけども、先ほども言った通りですね、この子特殊状態中であれば、地面無効ってやつがつくんですよ。で、まあ、この子のスロットスキル3靴のスロットスキル3に凍結無効をつけています。これがあることによって、セイエクセリアのギミック、何も怖くなくなるんですよ。セイエクセリアの,あの凍結するギミックっていうのは空中型ギミックなんですけども、この凍結無効のスロットスキル、 によってこの、あのー、防ぐことができてほんで地面向こうが特殊状態で作るのでもうあの防御面は完璧っていう感じですねほんで相手の,あのヘビーショットも効かないですしね特殊スライス特殊ドロップだから。 だからまあずっと変えていくっていう感じです。まあこんな感じでね、ちょっと失点してしまったりしてるんですけども、あのー、これはスインゲリアをもうちょい広げれたらレストかなって感じですね。スロットスキリーチ、俺確かね、暗闇向こうついてる靴なんで、若干狭いって感じですかね。でもまあまあ十分ですけどね。この子スタミナが緑やったら確かね、あのスインゲリアプラス10%と、あと縮小向こうもついてたんやったかな。だからほんまヒマリに対しても、あの SS を受けたらさ、5秒間、 縮小っていうのがあると思うねんけど、それが効かへんっていうのとダイレクト向こうやから、あほんまひまわりのあれがあんまり怖くないっていうとね。ただまあ、得点力には結構欠けますよね。相手はオンザラインなのに対して、こっちはただの秘縁ですから、まあそういう点ではほんまひまわりにはちょっときついかなっていう印象です。まあ勝てんことはないんですよ。けど、まあそこまで有利じゃないかなっていうイメージは僕の中で持ってますね。で、この打ち方結構いい。ああ、もう今やらんのかな。後ろの方からなんかスライサーをグイー って回したらなんか割と決まったりもするから割とそういう打ち方もおすすめっていう感じかなあと説明するべきことあったかなじゃあまたまあ思い出したら言おうと思うんやけれどもまあ今はパッとは出てこないっていう感じですねほんでまあヘリオが溜まったから今のはヘリオなしで決まったから結構でかかったですよねこれでまあ次の球も結構決まることでしょうっていう感じですねただこの子まああの若干ね SS 回転率が悪い点はあるんかなんだっけしなあかんのかとかはちょっと微妙にわからへんねんけど まああのー、まあエスゾーカルプラス20、ントつけてこのペースやから、まあ割と遅いっていうことがわかりますよね。 はい、でスロットスキル位置も確か、ね、7%ついてるはずなんで相当遅いんじゃないかなと思いますただまあだからそのだからあの特殊状態が45秒間続くっていう能力になってるんかなとまあ普通のキャラだいたい30秒であったりね40秒とかそこら辺まあ長くて40秒やったりするんですよでもこの子は45秒間っていうねもうほとんど1分みたいなところがあるんですけどもまあ,あのそれでまあなんとかねあの戦っていけてるっていう感じなんじゃないでしょうか で、まあ、あの、この子灼熱属性なんで、あの、ジュダ、光線ジュダと合わせて戦おうって思ったことあったんですよ。まあ、二日ぐらいそれでやった、見たことあるんですけども、全然体力かれへんな。<laughs> <laughs> あの、びっくりするぐらい、あの、状態異常無効のキャラが多かったりとか、状態異常無効が灼熱に関係するかどうかちょっと忘れてんやけど、吸いへん気もするんやけど、まあ、とりあえずあんま枯らされへんのよ。あの、オーガとかで組み合わせて使おうと思ったんやけど、温泉フランが多すぎて、マジであの、戦えないんですね。全然枯らされへんから。ま、あでも温泉フランは普通にカルロスでいけると思いますよ。相手を後ろにずっと下げることができるんで、まあ、ああの、相いはた攻め時がないっていう感じですかね。だからまあ、あ割と、 ゴブゴブって感じかな。まあ、ずっとこっちはスライスで奥振りしとって、相手があの、SS 飛んできたやつをちゃんと取って、こっちは飛エで決めるみたいな。だからほんまにあの、同じぐらいの得点力かなと思うんで、割とこのキャラはね、あの、環境キャラに食らいつけていってるキャラやと思うんで、ぜひね、持ってる方は一度使ってみてはいかがでしょうか。まあ、その辺の環境キャラ持ってる方たちだったらいいと思うんですけども、まあ、あの、ない方ももちろんいらっしゃると思いますので、ね、是ぜひカルロスは使ってみてはいかがでしょうか。で、さっき言ってたあの、打ち方がこれですね。はい。まあ、あの、全然決まってないですけども <laughs>。 たまり決まったりするんでぜひやってみてくださいはいこんな感じでドロップで決めましたということでまた皆さんお会いしましょうバイバーイ